写真拡大。全2枚。夏だ。野球だ。夏だ。だ。楽天が本拠地を置く楽天生命パーク宮城では、毎夏恒例の一大イベント、夏だ。が開催されている。今年は、夏だ。2019イーグルズサマーリゾートをテーマに9月1日まで様々なアトラクションを実施中だ。毎年このイベントを楽しみにしている楽天イーグルスのファンは多いはずだが、今年は SNS を中心にあるものが話題になった。昨年も夏スタにお邪魔しているパリーグインサイト編集部は早速現地調査に向かった。8月の仙台も当然だが非常に暑い。涼しいイメージがあり、ホーム開幕戦も吹雪に見舞われていたが、体感では東京と変わらない。強い日差しを浴びながら陽気な BGM がかかる楽天生命パーク宮城の正面ゲートをくぐると、まずは映えるバルーンロードに出迎えられる。カラフルな風船が頭上から吊り下がっていて、見た目にも涼しい。映えるスポットで構図を工夫しながら写真を撮るのも、もはやスタジアムにおける定番の楽しみ方だ。試合開始の3時間前から開放されているザ・プレミアム・モルツガーデンは、日陰が確保された広々としたビアガーデンで自由に出入り可能。キンキンに冷えたビールをお供に、ちょうど正面に設置されたスクリーンで試合観戦もできる。地元の仲間と有段者混合グループに声をかけると、涼しいところで飲むのもいいけど、簡単に集まって夏っぽいことができるから楽しいと笑顔を見せてくれた。夏祭りには欠かせない出店が並ぶ縁日ストリートは、どこか懐かしい定番の夏を思い出す場所だ。手軽に季節感を味わえることは、遠出するのも億劫になる猛暑では余計に魅力的に映る。ただスタジアムの敷地内は各所でミストが噴射されている上に、塩飴なども配布されているため、熱中症対策はバッチリだ。またこの日はパワーパフガールズとのコラボイベントが催された。主に20代の女性ファンの間では、告知された時から大いに話題になっていた当イベント。この日のために都内から来ましたという若い女性ファンもいた。各有編集部の一人もドンピッシャの世代なのだが、あの特徴的な色使いにはこの世代を引きつける強い力がある。もともと普段使いできる可愛いグッズには定評のある楽天イーグルスだけに、ハイセンスなキャラクターとコラボすればさらに素晴らしいものが生まれるのは必然だ。そして予想以上にパワーパフガールズ風に描かれた選手のグッズやカラフルなコラボグルメなどのクオリティには驚かされた。ライブは予想以上に広く、想像以上の恐怖に出口で泣いている子供たちの姿をよく見かけた。楽天イーグルスの選手からのメッセージが聞ける可能性もあるので、詳細はぜひ体験してほしい。そして肝心のベビースターの売り子さんは、スタンドですぐに発見。なるほど、ベビースター柄のリュックサックがインパクト大だ。売り子さんから飲食物を購入する大きなメリットは、その場から動かずに欲しいものが手に入るという点だろう。おつまみの定番ともいえるベビースターがこれほど手軽に味わえるのは、楽天生命パーク宮城だけだ。売り子さんの稼働は夏スタと同じく9月1日までとのこと。販売しているのはベビースターラーメンおつまみピリ辛チキン味スリムパック、ベビースターラーメンコクうまチキン味カキのシュミックス、ベビースターポテト丸うすしお味スタンドパック。おやつとしてだけ欲しいという方もぜひご賞味あれ。楽天生命パーク宮城のイベントにはいつも誰もがスタジアムを楽しめるような工夫が施されている。野球のルールがわからない子どもも縁日は楽しいし、お化け屋敷には入ってみたいと思うだろう。楽天イーグルスのファンでなくたって、野外で仲間と飲むビールは格別だし、友人に誘われてきただけだという人も
センスの良いコラボグッズから野球に興味を持つことがあるかもしれない。夏スタの開催は9月1日まで。楽天ファンはもちろんだが、仙台旅行を考えているけど、どこへ行ったら良いのかわからない。野球遠征に行きたいけど、暑いから不安だという方などにも、老若男女に愛されるボールパークの楽天生命パーク宮城でぜひ、ひと夏の思い出を作ってほしい。パリーグインサイトババクレヨー、記事提供、パリーグインサイト。